1505年に創設され1808年まで継承された新聖ローマ帝国の両方君主の称号である歴代の公は帝国内の有力諸侯の一人であったプファルツノイブルク公が統治した両方すなわちプファルツノイブルク公領またはプファルツノイブルク公領はバイエルンのノイブルクアンデアドナの首都としバイエルン地方に散在する 面積合計約2750平方キロメートルの地域であった。ドナウ川下畔のノイブルク宮殿1503年に、下バイエルン・ランツフート公ゲオルクが死去すると、その医療の相続をめぐり、ゲオルクの娘、エリーザベトの突ぎ先であるプファルツ選定公家と、上バイエルン・ミュンヘン公アルブレヒト4世との間で、ランツフート継承戦争が勃発した。 エリーザベトとその、オットループレヒトが病死した、翌年の1505年に、神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の仲裁で、戦争は終結した。アルブレヒト四世が、領土の大半と、シモバイエルンランツフート行為を継承したのに対し、エリーザベトのこの夫・ハインリヒト・フィリップには、領土の残りの部分が与えられ、この幼い兄弟のため新たに、 プファルツ・ノイブルク公位が創設された。夫オ,オハインリヒとフィリップは未成年であったため、父方の祖父であるプファルツ選帝公フィリップが1508年の死去まで、ついでおじのフリードリヒ二世が1522年まで、摂政を務めた。その後、兄弟は共同して、統治に当たったが、先に、フィリップが死去し、夫オ,オハインリヒが、単独の公家となった。 オットー・ハイン・リヒは、1556年に死去したおじ、フリードリヒ2世からプファルツ選定公くらいを継承する。1557年、オットー・ハイン・リヒは、プファルツ・ノイブルク公領を、当園のプファルツ・ツバイブリュッケン公ボルフガングに譲り渡した。ボルフガングは、長男フィリップ・ルート・ビヒにプファルツ・ノイブルク公を、次男・ヨハン1世にプファルツ・ツバイブリュッケン公を継がせた。 1608年、フィリップ・ルート・ビヒは、プロテスタント同盟の結成に参加する。ユーリヒクレ・フェベルク公・ビルヘルム5世の娘で、ヨハン・ビルヘルムの姉と結婚していたフィリップ・ルート・ビヒは、議定が子を残さず1609年に死去したことから、その医療の継承をめぐって、ブランデンブルク選定公、ヨハン・ジギスムントと争った。新教連合の諸公が、 ブランデンブルク側についたため、フィリップ・ルート・ビヒは対抗上カトリック連盟側に移った。この争いは、1614年に両者が、ユーリーヒ公国、ベルク公国とクレーフェ公国を分け合って終わった。フィリップ・ルート・ビヒの死後、長男のボルフガング・ビル・ヘルムが、プファルツ・ノイブルク公領を継承、ズルツバッハを、次男アウグストが継承し分家した。 ヒルポルトシュタインは三男ヨハンフリードリヒが継承したが、1644年に、このないまま死去し、アウグストの家系が医療を相続した。ボルフガング・ビルヘルムの子、フィリップ・ビルヘルムは、プファルツ選定校カール2世が子を残さず死去、プファルツ・ジンメルン家が断絶したため、プファルツ選定行為も継承したが、二人の息子、ヨハン・ビルヘルムとカール・フィリップが、 息子のないまま死去して、ボルフガングビルヘルムの家系は、断絶、後位は、アウグストの家系の冒険の生まれである、カール・フィリップ・テオドールへ受け継がれた。カール・フィリップ・テオドールは、プファルツ選帝校くらい、さらには、バイエルに選帝校をも継承したが、子供がいなかったため、当園のマクシミリアニ・ヨーゼフへ選帝校くらいと共に、受け継がれた。マクシミリアニ・ヨーゼフは1806年に、 バイエルン王に即位した後、1808年には、公式に、プファルツノイブルク行為を廃止し、大いに統合した。公領は、多くの飛び地で構成され、時代によりその領域も異なるが、おおよそ以下の7つの地域に分けることができる。オーバーバイエルン、シュバーベン、ミッテル・フランケンにまたがる地域、ドナウベルトの西方に位置する地域、 いずれもシュバーベンのディリンゲン・アンデア・ドナウ軍に属する。レーゲンスブルクの北方。オーバープファルツのレーゲンスブルク軍、シュバンドルフ軍、ノイマルクトインデア・オーバープファルツ軍、アンベルク・ズルツバッハ軍、ニーダーバイエルンのケールハイム軍にまたがる地域。ニュルンベルクの南方に位置する地域。いずれもミッテル・フランケンのロート軍に属する。ニュルンベルクの東方、ズルツバッハ周辺の地域。 いずれもオーバープファルツのアンベルクズルツバッハ軍に属する。軍独立市のバイデン以外はオーバープファルツのノイシュタットアンデアバルトナープ軍に属する。パッサウの北西に位置する地域。ニーダーバイエルンのでゲンドルフ軍とフライウンググラーフェナウ軍にまたがる。ありがとうございます。